ナヒチェバンはアゼルバイジャン内にあるナヒチェバン自治共和国の首都である。区別してナヒチェバン市とも。現在の人口は6万人を超えており、ガラス製品、家具、織物、絨毯、アルミニウム、タバコなどを生産している。空港、道路、鉄道網によって交通の要衝として栄えていたが、1988年から始まったナゴルノカラバフ戦争によって、 アゼルバイジャンの他地域から孤立してしまった。土壌侵食や洪水の被害にたびたび悩まされており、これを防ぐための緑化植林が積極的に行われている。モミネハトゥンビオナヒチェバンへは、ナヒチェバン国際空港に飛行機で向かうのが一番便利である。国内線があるのはバクー、ギャンジャ。他国を経由する場合、飛行機ならモスクワ、イスタンブール便がある。 バスを利用する場合トルコ、イランから一日数本の路線が結ばれている。アゼルバイジャン国民はイランルートで本土からの渡航が可能であるが、アゼルバイジャン政府は観光目的のマルチビザを発行しないため外国人、観光客はこのルートをたどることは困難であった。しかし2020年、ナゴルノカラバフ紛争の講和条約にて、 アゼルバイジャン本土とナヒチェバンを結ぶ回廊の建設が決定されたことにより、イランを経由しない陸路が開発される予定である。市内交通としては、三両線からなるトロリーバスが2004年まで存在した。ありがとうございます。